すいません。本日は多くの方ご参加いただきありがとうございます。少しでも何かヒントを持ち帰っていただけるように、我々しっかりとお話したいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。まず最初に本研修の効果と目標というところでございますが、左側に書かせていただいているように、新規事業を創出するための考え方、フレームワークみたいなところをしっかりと型化した中でですね、皆様にご理解いただいて、日頃の実務に活用いただけるようにといったところで考えております。で、右側に目を移していただいて、本研修の基本対象というところで、俗に言うアンゾフのマトリックスのようなところで、右上の証言で、本研修の基本対象と書いてますけれども、そこ以外のところですね、この右上の証言は多角化と言われてまして、製品、サービス、顧客が共に新規になるので、難易度が高く、成功確率が低いと一般的に言われてますけれども、ここを理解する上で、他の証言のところでどういう新規事業の創出があるのかというところも、そこのレベル感を調整する中でですね、ご理解いただけたりするかななんて思ってますので、まずはこういうところが対象ですけれども、ぜひ皆さんにご活用いただけるようにといったところで、進めさせていただければなと思っております。で、全体像というところで矢花でかかっていただいてますけれども、本研修の内容というところが、大きく、3つのステップで、構成されてます。で、1つ目はアイデアの具体化というところ、2つ目は事業モデルの組み立て、3つ目は事業企画書作成という3つのステップでございます。で、これは皆様方におかれまして、事業開発、新規事業というところで、会社組織で動いていくためには、最終アウトプットとして、やはり事業企画書というような右下のところですかね。で、アウトプットして、例えば稟議申請とか、そういう形で添付して、なぜこの事業をやるべきなのか、儲かるのか儲からないのか、で、誰のどんなニーズに応えるのかといったようなことを、やっていくわけなんですけれども、今回その手順に従って、どうやってアイディアを出し、その事業モデル、ビジネスモデリングをして、数値計画、財務モデリングをして、で、どうやって事業計画に落とし込んでいくのか。で、ここの真ん中に書いてあるプロセスとして、どんな構成要素があるのかといったところをですね、明らかにしていけたらなと思っております。フレームワークと活用の概要というところでございます。で、イントロのところで、先ほど来申し上げてます。一つ目のところで、型化して、どういうフレームワーク、ステップでやっていくのかというところを、しっかりとお伝えできればなと思いますし、ここで再現性を担保した中で、皆様方、日頃の実務において、活用いただくというようなところを想定しております。で、2歩目のところで、事業企画書作成まで段階を踏んで、進めていけるように、なっていくというところかなと思ってます。で、3つ目のところで、仮説検証、しっかりと仮説を進化させて、最終的な事業企画に仕立てていくといったようなところをしっかりとご理解いただくというところかなと思っております。で、事業化成功の、ポイントというところで、本研修どこなのかというところで、ここの一番左側で書いてますけれども、ここのアイデア具体化から上司して、市場に浸透していくというところで、この弱点というふうに書いてある、ここが01を生んでいくだとか、しっかりと価値を創出して、事業価値、企業価値につなげていくというところだと思うんですが、ここをしっかりとアプローチして、そこのエッセンスとか、ノウハウみたいなところをお伝えしていけるといいかななんて思っております。こちらは先ほどの全体像と立て付けとしては同様のものになってますが、この3つのステップで、ここの幅出しから始まるような各やるべき内容というところをですね、この後具体的にお伝えさせていただきますし、具体的にどんな作業をするのか、何がアウトプットされるのか、その時検証すべきポイントって何なのかといったようなところをですね、お伝えさせていただければなと思いますし、各社さんにおいて、いろんな局面、まあ、いろんな文脈で新規事業、事業開発考えられるとは思うんですが、その中でここら辺のポイントだとか作業要件とか、そういうところでですね、まあ、ご参考になるものがあればなというふうに考えております。あと事業モデル、まあ、組成ダイアグラムという形で、書かせていただいてますけれども、我々各社様にお邪魔して、まあ、新規事業とか事業開発をするときにこういう、まあ、独自のフレームワークを用いて代価をまあしていくというところでございます。これ各章にまた出てきますので、ここでの説明は割愛させていただきますけれども、抜け漏れなくしっかりとこういう項目を検討して、まあ、事業モデルを組み立てていくというところですね。で、まあ、ベースとなるまあ、論点思考とか仮説思考みたいなもので、まあ、しっかりと仮説検証を回しながら、まあ、しっかりとこう刺さる世の中のニーズを捉えた、まあ、サービスという形で、まあ、アウトプットしていくというようなことが、まあ、可能になるといったことでございます。今回成功の方程式みたいなところで絶対 100% とまでは言えませんけれども、このアプローチ、まあ、メソッドを使っていただければかなり成功の角度は上がるんじゃないのかなと、非常に手前味噌で恐縮なんですけれども、まあ、思っておる次第でございまして、まあ、左側のところで、まあ、従来の新規事業開発というところで、まあ、その多産多死型であったりだとか、まあ、すごく一部のスーパーマンのような方に、まあ、頼っていたところから、まあ、しっかりとこう皆様方の組織にまあ溶け込んで、そこの中でこうはまるような形で型化して、今回のアプローチをまあ用いて、まあ、ここに書いてありますけれども、可能性をですね、引き上げていくというところの、このイメージ図のような状態を作っていけたらなというところが、まあ、今回のポイントでもありますし、目指すところでもありますというところで、ぜひお付き合いいただければなと。ております。陥りやすい罠と、まあ、研修内容の対応というところで、まあ、ご覧いただいて、まあ、あるあるだなとか、確かに思い当たる節あるかなというふうに皆さんお感じになられるかもしれませんが、まあ、この1から5みたいなところで、まあ、勝ちパターンの自爆とか、まあ、青い鳥症候群で、まあ、なんかこうもっといいものがとか、まあ、そういうのでどんどん探し求めて、もう飽くなき、まあ、追求とか。まあ、そういうところまで行ってしまうみたいなところが、まあ、あるかなとは思ってるんですが、会社方針とのずれ、まあ、戦略整合性がこう担保できないとか、まあ、そういうところ、あとまあどうしてもこう内政主義とか自前主義で、まあ、そこにこだわってしまうとか、あとまあ真鍮の虫とか、まあ、こういうようなところで、まあ、罠があるかなと。で、まあ、そこを全部が全部これで万事 OK ですとまではいかないものの、今回のところで、まあ、我々がよくこういうところで引っかかったりだとか課題になるなというところを、まあ、手当てしていけるんじゃないのかなと思ってますので、まあ、ちょっとこの対応関係を頭の片隅に入れていただけると、まあ、よろしいのかなといったところで考えております。